皆さんこんにちは、ゆきチャンネルです。今回は YouTuber のさざ波キャンプさんにソログルキャンプのお誘いをいただきまして、兵庫県姫路市の牧野キャンプ場へ向かってます。夜はあいにくの雨予報ですが、初のキャンプ場でワクワクしてるのと、笹波さんに初めてお会いするのでちょっと緊張しています。船津インターを降りて15分ほど車で走ります。そろそろキャンプ場に近づいてきました。途中に案内板があるので、その通りに進んでください。あのゲートの奥が牧野キャンプ場です。ゲートは開けたら必ず閉めるようにします。ここから先がキャンプエリアです。ここはチェックアウト時間が遅くていいですね。ドコモの電波はバリバリ入りますよ。
ゆきチャンネル。Thank you.
じゃあいいじゃん。ゆうちゃんが先生だよ。すごいすごいすごい。いやいやいや、ほらほら。警察に見えねえ。粉雪。粉雪。うさいです。はい。日本を先生に一回。ちょっとブラックペーパーを。ブラックペーパー、ブラックペーパーですね。ちょっと具乗せすぎですよ。乗せすぎですよ。バイト、バイト、バイト。めっちゃ大丈夫。からでーす。からでーす。からでーす。絶対負けないよ。よしよしよし。これどう？オッケーです。かかったかな？これ。先輩、オッケーですか？オッケーですか？小指がちょっと気持ち悪いです。小指がちょっと気持ち悪かったです。あ、大丈夫ですか？ありがとうございます。パパが打ってる。箸。お箸、はい。ありがとうございます。これでも大体わかった。動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ゆきチャンネル。